ユーライア・ヒープは、イングランド出身のロックバンド、A ハードロックの早々期から活動するグループの一つ。1970年代に全盛期を迎え、レッド・チェッペリン、ディープ・パープルと並び称された。1980年代半ばまでは、メンバーの入れ替わりが激しかったが、1986年以降は、ほぼ固定メンバーで活動。デビュー以来、メンバーによるコーラススタイルを特徴とする。 ミックボックス1977年、ケンヘンズレイ1977年、リーカースレイク1973年1960年代、中頃、ミックボックスが結成していた、ストーカーズにデビット・バイロンが加入。1967年、ストーカーズが解散し、ミックボックスとデビット・バイロンの二人は、スパイスを結成、途中ポール・ニュートン、アレックス・ネピアを迎え、 活動を行う。1969年末、スパイスを改名して新たに、ユーラやヒープとして発足し、後に、ケン・ヘンズレ映画加入。諸事情により、翌1970年初頭まで、スパイス名義で活動し、同3月から、新生グループとして、本格指導する。途中ドラマーを、ナイジェル・オルソンに変更するも、ファーストアルバム、ベリー・ヘビベリー・ハンブルを完成させ、 バーティゴレーベルからデビュー。短期間だけツアーに参加したナイジェル・オルソンに代わり、キース・ベーカーがドラムを務める。1971年、シンフォニックなセカンドアルバム、ソールズベリーを発表。同年ドラマーをイアン・クラークに交代させ、ブロンズレコードから歴代の代表作となるサードアルバム、タイジカクを発表。1972年、ドラマーに、リー・カースレイク、ベーシストに、 マーク・クラークを迎える。ツアーから参加したクラークはわずか3ヶ月。在籍しただけで自作の制作レコーディング中に脱退。公認ベーシストにニュージーランド出身のゲイリー・セインを加入して、ロジャー・ディーンをアートワークに起用したアルバム、悪魔と魔法使い発表。同アルバムからは、安息の日々が日本でスマッシュヒットした。続いて、同傾向のアルバム、魔の共演を発表。 こちらもアートワークをロジャーディーンが担当した1973年3月日本武道館を含む初来日公演を行う同年アルバムスウィートフリーダム発表1974年初期ヒープラッシさを持った最後のアルバム無限劇発表ゲイリー・セインはコンサート中に関連事故に愛重症を負うグループに復帰はするものの薬物中毒から脱却することができずに グループはセインを解雇する。1974年、キング・クリムゾンのジョン・ウェットンがレコーディングにベーシストンボーカルとして加入し、1975年にアルバム幻想への回帰を発表。グループにとって唯一の英国のアルバムチャートトップ10入り作品となる最高位7位を記録している。同12月、ゲイリー・セインがヘロインの過剰摂取の事故により死亡。 1976年、曲作りの時点から参加したウェットンとヘンズレートの共作を含むスタジオアルバム、ハイマイティを発表。ウェットンがヘンズレート、リードボーカルを共に撮る、One Way or Another はシングルとしてリリースされた。また同年バンドはアルコール中毒の問題を抱えていたデビッド・バイロンを解雇。そしてジョン・ウェットンは、UK の活動宣年のためにグループを脱退している。 トレバー・ボルダー1980年1977年ラインナップ1977年新ボーカリストにジョン・ロートン新ベーシストにトレバー・ボルダーを迎えファイアフライ発表1978年ハードポップ色を色濃くしたアルバム罪なき生贄発表またアルバム落ちた天使を発表1979年にファイブマイルズセッションで アルバム1枚分のマテリアルを残すものの、リーカースレイクとジョン・ロートンが脱退し、幻のアルバムと化す。1980年、ジョン・スローマンを、ボーカル、クリス・スレードをドラムに迎えた、アルバム、制服者発表、オリジナルキーボーディストのケン・ヘンズ・レイ脱退。後に、カナダ人キーボーディストのグレッグ・デシャートを迎え、シンク・イット・オーバー発表。 アルバムも1枚分のマテリアルを残すものの未発表に終わる。トレバー・ボルダー、ジョン・スローマン、クリス・スレード、グレッグ・デシャートだったその後、ユーライア・ヒープは活動停止状態へ、ミックボックスはミックボックスバンドとして活動を続ける。1980年、ミックボックスの自身のバンドで活動を開始するものの、レコーディング契約に際し、 一度消滅したユーラやヒープの名前が必要となり、ミックボックスバンドよりユーラやヒープを再編することになる。元ヘビメタルキッズ、ライオンのジョンシンクレア、トラピーズのピート・ゴールビーが参加して、約2年の停滞期間の後、オジー・オズボーンバンドを脱退したリーカースレイクとボブ、デイズリーを迎えたことによって、レコーディングにこぎつけられるようになりハードで、キャッチーなアルバム、魔界再来を発表。 ポール・ブリス作の That's the way that it is はアメリカでのシングルヒット曲となる。1983年同メンバーでスタジオアルバムヘッドファーストを発表。レコーディング後にボブ・デイズリーの後任にトレバー・ボルダーが復帰しプロモーションツアーを行う。1985年2月にオリジナルメンバーのデビッド・バイロンがアルコール依存症に伴う観光編により死去。 CBS 参加のポートレートレーベルに移籍し、シックスティーンスアルバム、イクウェイター発表、ピート・ゴールビー、ジョン・シンクレアが同年脱退した。1986年、かつて所属していた、ブロンズレコード倒産、ボーカリストにステフ・フォンテイン、キーボーディストにフィル・ランゾーンを迎えて、活動再開。11月にフォンテインを解雇し、ボーカリストをバーニー衣装に変更し活動。 1988年、新ラインナップで収録したライブアルバム、ライブインモスクワをリリース。1989年、新ラインナップでは初となるスタジオアルバム、レイジングサイレンスを発表。1991年、スタジオアルバム、ディファレントワールド発表。18年ぶりの来日公演を行う。1995年、久々の傑作となるスタジオアルバム。 シー・オブ・ライト発表。久々にアートワークは、ロジャー・ディーン、バーニー賞が、喉の手術を行ったため、一部ツアーでは、代役として、ジョン・ロートンが参加。1998年、スタジオアルバム、ソニック折り紙発表。以降は、スタジオアルバムの発表はなく、ライブ活動に専念する。2008年ラインナップ2007年、健康上の理由からリーカースレークが脱退。 最も長続きした1986年からのラインナップが終わる。公認としてラッセル・ギルブルックが加入。2008年、10年振りのスタジオアルバムとなる、Wake the Sleeper を発表。2009年、最新メンバーによる往年の名曲の新録新曲2曲のデビュー40周年記念ベスト版、Celebration レレをリリース。2010年、 デビュー40周年記念川崎クラブチッタにて19年ぶり3度目の来日悪魔と魔法使い完全再現ライブを行ったゲストでは元ホワイトスネークのミッキー・ムーディが参加このライブはオフィシャルブートレックボリューム3ライブイン川崎ジャパン2010として CD 化され2013年にライブイン川崎2010として国内版が発売された2011年4月 2セカンドアルバム、イントゥザワイルドをリリース。2013年、現行メンバーであったトレバー・ボルダーが、がんのため死去。ボルダー療養中のツアーの代役は、デイビー・リマーが務め、彼の死去を受けて、正式メンバーに昇格した。その後、彼を迎えたラインナップで、2014年6月に、通算23枚目のスタジオアルバム、イタン新聞をリリースした。2016年、 デビュー45周年記念ジョン・ロートン率いるルシファーズ、フレンドと大阪ゼップナンバー、川崎クラブチッタで来日ジョイント公演を開催した。2018年、25スアルバム、リビング・ザ・ドリームをリリース。スパイスから、ユーラやヒープへの解明について、ミックボックスは1995年版 CD のライナーノーツに、スタジオに入った時は4人組のスパイスだったのに、 出てきた時は5人組のユーライア・ヒープになっていたと書いている。この解明はブロンズレコードの社長兼ユーライア・ヒープのマネージャーのジェリー・ブロンの提案によるものでちょうど没後1 0 0周年でイギリス国内がリケンズブームだったためにこの名前が目に留まったという2018年時点ボーカル編集キーボード編集ドラムス編集ベース編集オフィシャルブートレーグ ありがとうございます。